はい、梶明のこの人誰でしょうタイムでございます。今回のゲストの、にまつわる、人のモノマネをします。ちょっと見といてくださいね。止まったでしょ。もう一回もう一回上から叩くの止まったでしょ。さあこれは誰でしょう。はい、正解はですね、内田篤人選手です。あ、選手ではないな、さんですね。内田篤人さんでございます。皆さん分かりましたでしょうか。どうしよう、どうしよう、どうしよう、何言ってるか分からない。カジ散歩、今回のゲスト、カジ散歩初登場の柳沢選手に来ていただきました。お願いします。どうも。お願いします。イケメンですね。いや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 、ありがとうございます。あがあが、もう笑ったらあかんってキュンとするから、もうあが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 ん。いや、ちょっとやりづらいです、それ。ところで、大阪には慣れましたか。はい、だいぶ慣れてきましたね。もうでも一切でも染まってないよね、関西弁には染まってないね。そうですね、結構でもたまにエセ関西弁出てちょっと睨まれるんですけどね。どういうエセ関西弁なの。どういう、例えばそうなんとか、ほんまとか、ちょっとこう相づちっていうんですかね、なんかそこがちょっと出ちゃうかなって。あー、なるほどね。あー、わかるわかるわかる。あ、俺も FC 東京行った時、あの標準語喋ってたもん。俺もマジですか。そっちがあるんですね。お、いいじゃんいいじゃん。あ、いいじゃんとか言わないですね。あ、あ、いいやんっていうか。俺の標準語間違ってた。いや、年齢とかがあるかもしれないです。ああ、今もだって、いや、だってさ、だってさ、いいじゃん。いや、まあ意味はわかりますけど。まあちょっと下手っすね、ちょっと。え、下手？俺ちょっと下手っす。あれ見たよ、俺、YouTube の30の質問、あれの中でさ、はい、あの質問あったらいろいろなんか答えますみたいなこと言ってたでしょ最後。はい、で結構来てんのよ。なんか本当ですか。あれから、うん、好きな歌は言ってたな。でもなんか18番が歌手になりたいかなんか。お箱はないって言いましたね。なんかちょっと面白くない回答しちゃったんですけど。あ、それは面白ないな、それは。そうなんですよ。え、生まれ変わったらこう歌手になりたいとか思う？いや、歌手にはなりたいんですよ。歌が上手くないんで、なんかこう歌で心を動かせれるってすごいなって。ああ、そういうこと。よく歌う曲とかってあるやん。その時のなんか流行ってる歌とかしか歌わないんですよ。面白くないから、同じ歌歌いたくなくて。よ、歌えるね。でも最近の曲とか全然。あ、そうなんですよ。でも歌えないんですよ、それで。歌えへんの？途中で、あ、ちょ、わかんねえやつってやめたりします。その前歌ってたやつは何やったの？いや、僕バウンディが結構聴いてて、バウンディってグループがあるんですけど、おその曲を結構歌うんですけど、やっぱむずいんで。ちょっと歌ってみてよ一回。いや、ちょっと今パニックで出ません、全く。ちょっとパニック、もう頭真っ白っす。あ、浮かんでるけど出へんやつな、これな。まあ、次回出てもらうときにいいから、またあの歌、あの披露してくださいね。はい、わかりました。あと質問ね、はい、インスタでよく出てくるワンちゃん、ワンちゃん飼ってんねや。はい、People say that means going fast。 ワンちゃん何飼ってんの？アメリカンコッカースパニエルの黒。アメコクか。アメコカです。ああ、こかか。またキュンとするな、それ。キュンポイントやな、それな。インスタで犬を出しながらこう戯れる柳沢、言うたらもう完璧キュンポイントやん。やっぱ幸せ。いや、もう帰ってきた時に本当に癒されますね。なんか試合でダメだった時とかも、何も知らない、この子は何も知らないんだって思うと。うわ、ま、ぐわーって寄ってきてくれるの。いや、めちゃくちゃ今って入ったら甘えん坊なんで。うわ、
今日はガンバ大阪 OB 星原健太さんです。お願いします。お願いします。在籍時代から非常に何て言うんでしょうか、この一癖二癖なんか持ってるなっていう。嬉しいです。そういう影をいつもこう携えて、癖っていうものをちゃんと発揮していた選手だなっていうのが僕の当時のイメージで、改めてになりますけど、現役引退してから、はい、今星原健太っていう人は何をこう中心に活動している人なんですか？まずパーソナルトレーナーから始めて、うん、で何ですかね、まあ、それを1年間ぐらいずっとやりながら、うん、まああでもないこうでもないっていろんな道を探りながら、うん、そしたらもう一歩も足が出なくなって逆に、うんうんうん、でなんかこう人に会っていくような流れから、ウェブ制作をやることになって、うんうんうん、でこれは僕がまあできるわけじゃなくて、もちろん、うん、あのできる方がいて、一緒のメンバーがいて、はい、うん、でその方がもうあの営業したくないっていうことなんで、で僕もちょっと応援したいなと思ってあの僕はそれの営業を したら、まあそれがちょっとお仕事になってるみたいな状況です。はい、この先今パーソナルトレーナーだったりそういうウェブ制作の営業だったり、でも今後はまた違う肩書きがついてくる可能性っていうのがあるってことかな。多分僕でもお話しする仕事したくて、だからもう仙石さんに話しゃべる仕事したいんだ。はい、はあ、そうなんだ。はい、それはでもあの現役時代あんまり見えなかったけどね。どっちかっていうとなんかこう引いて、そうですね、うん、ここぞっていう時だけちょっと美味しく笑いだけ取っていくみたいなやり方をしてるタイプだと思ってたから、そういうタイプでもありました。アジ散歩。こういう柳沢選手みたいなタイプでさ、日常生活でどういうところで幸せを感じるの？普通にでも家帰ってなんかドライブ好きなんで、ちょっとオフの日だったらちょっとだけ遠くに行きたいみたいな、うん、和歌山とか滋賀とか京都とかってこと？いやそれちょっと遠すぎますけど。遠いんかい。どこ行くの？いや、なんか1時間ぐらいで行けるとことかだったら、全然犬の散歩のためにちょっと大きい公園行って、いろんな公園を巡っていろんな他の犬を見たりします。それが幸せ？幸せっすね、今。うわ、なんか見たまんまの絵に描いたようなあれやな、オフやな、それな。なんかもうちょっと、もうちょっと崩したいけど、なんかもっと違う、なんかワイルドなとこあるみたいな。ないの、それ自分の、ワイルド系ないん、自分で。うわ、ワイルド系ないな、あんまり。ないか。洗濯とかめっちゃ好きですし、掃除とかもしちゃうし。イケメンやし掃除も好きやし、全然崩れてこうへんなこの人、ほんまに。そんな崩したいですか？いやもう他の選手からもめっちゃ評判いいからさ、あの特に宇佐美貴史選手ね。あ、見ました見ました。なんかもうすっごいきちっとしてるみたいな、あの練習場来る格好もそうやし、しんどくない？いやめっちゃ言われるっすね、それは。もうそん疲れないっていうのは本当言われます。もうそれがでも普通なの。なんか気持ち悪いんですよね、それが逆にないと。もう1個でもかけたら無理なんや。ちょっと、まあ、その完璧に行った時の気持ちよさというか、このルートでこうこれとこれとこれをやってって。そんな人おる？いないっすか？クラブハウス行く時もそのなんか道順とかあんの？いやそれはさすがにもう同じことはあんま考えないですけど、例えば今日の午後はこれが足りないからこれ買いに行ってとか、もうメモに入れとくんですよ。でそれを買いに行く、例えば薬局とスーパーと他にこういっぱいあったら、どの順で行ったら一番効率がいいかとか、そういうのも考えて一日のもうスケジュール考えてます。主婦？いや本当そうなんですよ。ほんま主婦。これさ、結婚したらめっちゃいいあれやね、旦那さんなるな。でも逆に言ったらダメな旦那さんになるかもしれへんわ。もう嫁に全部任せてしまうかもしれへんね、これ。もしかして結婚したら。逆にですか？うん、逆にね。なんかしてないとでもあれかもしれないです。なんかこうしたらいいのにとか言いたくなっちゃうかもしれないです。うわうわ、それ一番嫁さんから嫌われるタイプやわ。で喧嘩するタイプやん。任せてなんか、うん、こっちのルート行ったら、え、だったらこっちのルートから行けばよかったじゃんみたいな。うわ、うざいうざい。いやこういう一面女の人うざいんよね結構。いやこれちょっと
ダメなとこ出たかな。マジか、それはな。でも服装とかもきっちりしてる言ってるからな。毎日ジャケット着てるわけじゃないでしょ。でもいや全然ちゃんとはしてないですよ、その普通というか。ああでも綺麗な格好で来るわけでしょ。まあまあ普通の格好ですもん、ね。カジさんに聞いてみたいことがあるんじゃないの。あそこ1個当てるだけでそれだけの3人相手を動かせるから。